はいはいはい、はいどうも、サオでございます。本日はですね、この前挙げたポケモンのぶっ飛んだ海外の怖い話にツッコミを入れていくみたいな、動画なんですけど、割と再生数いってるので、まあ第2弾やっていこうかなと思います。で、前回よりね、まあなんか面白めの集めてきました。まあ知ってることもあると思うんですけれども、今回は適当に喋っていく企画なんで、適当に喋っていきます。皆様、ビクティニというポケモンの名前の由来はご存知でしょうか。こちらのビクティニなんですけれども、おでこの V 字が広島に存在する原爆の子の像を連想させるようです。ちょっと原爆の子の像をちょっと調べなきゃわからんわ。はい、まあ、これが原爆の子の像らしいんですけど、確かにね、確かに V が書いてある。ビクティニのおでこの V っぽいやつが書いてある。怖っ。で、その上、図鑑説明文の、体の中で無制限のエネルギーを作り上げる。ビクティニを連れたトレーナーは、いかなるバトルにすら勝利できる。などなど、それだけ威力が原子爆弾の強大な破壊力を象徴している。というようにも指摘されている。体の中で無制限のエネルギーを作り上げ、あ、確かにそうだな。で、ビクティニを連れたトレーナーいかなるバトル、戦争の決め手になったみたいな話か。そしてこれが本当に真実であれば、ビクティになるネーミングというものはもちろんビクトリー、勝利が発祥でありますが、ビクティム、犠牲、被害者という意味も組み込まれていると思って良いのではないだろうかというところで、まあビクトリーとビクティムのところはまあ知ってたんですけど、原爆のこの像の V はガチでビクティニだな。これな。びっくりしたわ、ちょっと。どうせ嘘だろうと思ってこれ言ってたけど、本当に、確かにこれはガチっぽいかもしんないけど、まあ、どうだろうね。いくらでもこんな感じで怖い話は作れると思うんだけど、確かに、あとビクティニがいる塔ってリバティガーデン塔だったと思うんですけど、まあモチーフになってるのが、自由の女神がいるリバティ塔だと思うんですけど、まあそこがなんか戦争に関係あるのかなと思った。まあそもそも関係はあると思うんだけど、アメリカである時点で、日本とアメリカである時点で関係はあると思うんだけど、まあ、特になんか自由の女神が原子爆弾と関係してるみたいなことは、まあ一応ウィキには書いてないんだよな。まあ、なんかとりあえずなんだろうな、あのポケモンの都市伝説って戦争とつなげがちですよねっていうところだけ言っとくか、まあ、なんか僕的には信じてもいいかもしれないかなとは思いました。サンムーンのモーンは、ルザミーネの夫。ガチだろそれガチだろ。まあもう髪型からしてもわかるし、なんか、研究所の記載でもモン博士がなんかウルトラビーストの研究してっていなくなったってことは、まあ、分かってると思うんだけど、まあ見た目からしてそうっすよね。なんで記憶なくしてるのかってところは、まあ僕の他の動画とかでも言ってると思うんですけど、まあ今回話はしないんですけど、まあいろいろ軸パラレルワールド飛んだんじゃねとかは言われてますよね。まあそこに関しては分かんないですけど、まあこれは都市伝説というかガチだと思います。皆さん、シーキンセスという場所を覚えているでしょうか。まあリメイクの時からできたやつだと思うんですけど、ステラレブネから、シーキンセスっていうね場所に変えられました。ルビーサファイアの時はステラレブネっていう、あの、なんだろう、廃墟とは言わないけど、まあ、あの、沈没しかけた船がステラレブネだったんですけど、今回はシーキンセスと差し替えられたというところで、まあ、その際にですね、新たにこの場所が引っ提げてきたものが、まあ、おびただしい数の黒い任天堂要素であるというところで、まあ、これに関しては最初に言っておくと、まあ、ガチでしょうねっていう話で、これピクシブさん参考にさせてもらってるんですけど、シーキンセスの中に入って入り口のすぐ左にある看板を調べると、明るく楽しい職場を作るシーキンセス10のメッセージなるものを読むことができるということで、まあ、その内容が結構やばいですよと。01、
朝の挨拶腹から声を。02職場にポケモン持ち込むべからず。03遅刻厳禁残業上等。04安全確認に体を張れ。05チームワークで連帯責任。06上司の命には絶対服従。07守れ品質捨てよ理性。08崇めよ讃えよ創業者。09休みたがりません定年までは。10考えるな働け。ということでね、まあ、これに関してはまあブラックですよね。皆さんギルガルドのモチーフについてご存知でしょうか。こちらはですね、そうフリーメイソンがモチーフになっています。秘密結社ですね。そしてこれがそう思われている理由なのですが、フリーメイソンの目と数字がこちらに入っているということで、剣に目があり縦に666悪魔の数字が入っているということですね。そしてギルガルドは古代ポケモンであり、フリーメイソンは古代からあった。ちょっと怪しいな。その命題はちょっと怪しい気がするけど、まあ、ギルガルドは人の意識を乗っ取る、フリーメイソンは世界を乗っ取る。怪しくなってきたなという話なんですけれども、これ結構単純で結構面白いですね。あのバタフリーの話みたいに、まあ、実際にこれ初めて見た時はなわけねえだろと思ったら、結構ねフリーメイソンなんだよな。なんかその関さんとかがあのやりすぎとかで言っている感じに考えると、確かに、まあ、あれも結構こじつけだったりするんで、ここに目があるでしょって、666があるでしょって考えて、あの説が本当に正しいのであれば、まあ、ギルガルド君の説もね結構666の数字ありますし、うん、目もあるんで、これ本当にフリーメイソンかもしれないですね。信じるか信じないかはあなた次第。関東地方のロケット団は地下通路で毒ガスをまくはずだったというところで、まあ、これも結構有名な都市伝説ですね。赤緑には、7番道路と8番道路を、つなぐ便利な地下通路があります。地下通路では特に大きなイベントもなく、ごくごく普通の通路に思えます。強いて言うならダウンジングマシンを用いて道具を発見するだけの場所だ。これ本当にここだだっ広くて何もないんだよね。しかしこの通路にはもともとロケット団が毒ガスを撒き散らし、悪の所業を尽くすイベントが準備されていましたが、ゲームが発売される直前の1995年3月20日、地下鉄サリン事件が起き、このイベントはお蔵入りしてしまったと伝えられています。うん、まあ、そうだね。この、まあ、毒ガスを撒くイベント自体があったかどうかっていうのは本当に分かりませんので、まあ、この地下通路にイベントがあった説っていうのは結構本当かなとは思いますが、まあ、そこがサリン事件と関係してるのかってとかちょっと謎かなっていうのがこの都市伝説ですね。で、まあこのサリン事件、地下鉄サリン事件が起きたのが1995年の3月20なんですけれども、初代のポケモンの発売日が1996年2月27日なんで、まあそのイベントを排除するだけの期間はしっかりあったっぽいので、まあこれは割と有力な説なんですけども、まあイベントがあった可能性はあるかなって思ってます。まあとりあえずその1996年の発売日までには全然あのイベントなくすこと可能なんで、まあその遺族とかのに対しての配慮って考えても悪くはないかなぐらいの都市伝説ですね。てか噂ですよねこれ。シオンタウンは存在しない街という噂を聞いたことがあるでしょうか。初代赤緑や金銀2世代目に登場する関東地方の街シオンタウンなのですが、シオンタウンにはポケモンたちのお墓が並ぶポケモンタワーがあり、供養に訪れるトレーナーの姿も見られます。ポケモン世界のマップは現実世界のものと酷似しており、関東地方はその名の通り関東地方がモデルとなっています。まあ、現実世界の関東がモデルになっているということで、しかしシオンタウンだけは関東のどの県にも当てはまらず、現実には存在しない場所に町が配置されています。不気味な BGM と、怖い亡霊がさまようシオンタウンは本当の意味でゴーストタウンなのかもしれませんということで、なんか最後なんか海外ドラマみたいにまとまりましたけど、本当に、シオンタウンが、関東に存在しないのかってとこをちょっとマップ見てみてほしいんですけど、あるね。
あとウィキペディアとかにも書いてあるんだけど、シオンタウンは茨城県牛久市か、牛久大仏がいるとこっすね。うん、って感じですね。まあ牛久だけじゃなくて鹿島市っていう可能性もあるみたいな話っぽいですね。ただまあ実際に照らし合わせてみるといるっぽいですね。はい。あとシオンタウンのシオンの由来はシオン色っていう紫にオンオンで、シオン色とあとシの音量のオンでシオンをかけているものと思われるっていうね、結構綺麗なことがね書いてあります、ね。まあ、ということでこれはまあ嘘っすね。これがその通りなら嘘です。皆さん、ウツロイドというウルトラビーストのモチーフをご存知でしょうか。そちらのモチーフは水銀になっております。ウツロイドは毒を注射し人を狂わせるタイプで、そして岩と毒タイプなので水銀を思わせる。どういうことどういうこと、ん、まあまあとそのままいきましょうか。そして、こちらのモチーフが水銀だと思われる理由として、見た目がクラゲである、海洋生物は水銀を含んでいる。クラゲである必要は、まあ、毒で人の性格を狂わせる水俣病の症状。毒タイプ全部水銀になっちゃうけどね。はい。そして、ルザミーネを意識不明にさせた。サンムーンでは寝たっきり。ああ、うん。そして、私の仮説だと、ウツロイドは水銀がポケモン化してある、ん?したものであると考えます。水俣病は水に排出されたメチル水銀が体内に入り込んだ魚を食べたことが原因でした。よってウツロイドが海洋生物であるクラゲの形をしているというのは水銀であることのメタフォーなのではないでしょうか。まあ隠喩ってことですね。で、水銀は、液体でありながら鉱山で発掘されるため、ウツロイドのタイプは岩毒なのでしょうというところですね。弱くねえか、それは。まずなんだけど、見た目がクラゲ、海洋生物は水銀を含んでいるって、その水俣病って魚とかでしょ。クラゲって食べて水俣病とかになったんですかね。なった人もいると思うけど、だったらクラゲにする必要ない。まあ綺麗だからみたいなとこはあるか。まあ海洋生物で綺麗なのはクラゲみたいなとこはあるね。クリオネでもよかったよな。クリオネも食わないね。うん。で、毒で人の性格を狂わせる水俣病の症状ってとこなんだけど、これに関しては別にそうでもなくないか。毒ポケモン全部水俣病になっちゃうね。ちょっと弱いな。あとタイプのところが鉱山かなんたらかんたらみたいなとこ言ってるけど、まあ、でもなんで岩タイプついてるのかってとこは結構謎だよね。まあ UB だからって言われれば終わりなんだけど、まあ、確かにこの、うん、岩毒ってところはちょっと怖いよね。うん。まあ、ただこの毒を注射し人を狂わせるってやつは、まあそもそもクラゲがね、うん、刺す生き物ですからねってとこはありますけど、まあこれも信じるか信じないかはあなた次第ってとこなんですけど、まあ、ちょっとガセっぽいですね。ガセの都市伝説の特徴みたいなとこありますよね。まあなんかそれをモチーフにしてるにしろしてないにしろ、やっぱウツロイドの毒ってほんと性格変える毒で、まあリーリーをなんかウツロイドそっくりにしちゃったり、自分をフェローチェそっくりに形変えちゃったりとかありましたけれども、もう本当にウルトラビーストって怖いですよね。うん、まあなんか五感切りされましたけど。そして最後ですね、今見てるサイトにですね、ポケモン剣盾の都市伝説っていうね、もう早いよみたいな、早都市伝説できんのみたいなものがあったんで、こちらをね紹介していきたいと思います。これ結構やばいっす。メッソンの進化系、メッソンとはソードシールドに登場する水の御三家。進化するとドラゴンになる。メゾサウルスがモデルなのでドラゴンタイプになりそう。メゾサウルスとは中生代ペルム紀前期に生息していた中間トカゲ、恐竜ではありません。都市伝説じゃない、これしか書いてないんだけど、ソードシールドの枠にこれが書いてあったんですけど、これ予想だな、ただの。はい、ということで第2弾でございました。今回はなんかまあなんだろうな、普通目の都市伝説だったんで、まあ、ぶっ飛んだがちょっと語弊あるかもしれないんですけど、
まあシリーズものとして許してくださいということで、まあ、紹介してみました。なんかこんな都市伝説あるんでやばいですみたいな感じでありましたら、まあ、ぜひ DM かコメント欄にて書いていただければ、それをね第3弾にして紹介すると思うんですけど、まあ、多分ね剣盾がねもう出てるんじゃないかな。この動画の時は出てなかったらごめんなさいっていつも言ってると思うんですけど、さすがに出てそう、まあギリギリの可能性もあるけど、まあ、というところなんで、まあしばらくどうだろうね、やるかわかんないけど、ぜひ、コメントしてくれれば、そちら動画の材料にさせていただきたいと思っているので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。